皆さんこんばんは、ヨガ室のゆうきです。今日はお腹とバストアップに効果のあるピラティスをお伝えしたいと思います。お腹とバストアップ、気分もアップでやっていきたいと思いますのでお願いします。では今日も頑張っていきましょう。ではまずうつ伏せからスタートしていきます。うつ伏せになったら胸の横に手をついて足腰幅程度、腰痛めている方は足マット幅程度広めに取っていきましょう。で今肘が浮いている状態だと思います。肘真後ろに向けるように肩下げて肩甲骨を寄せながらお尻の方に引き下げるようにするのがポイントになります。で腰痛めないようにおへそ引き上げて恥骨マットに押し付けていきましょう。ではここから上体を起こす動きですね。ではこの動きを何度か繰り返していきます。無理せずいきましょう。では準備はいいですか。おでこをマットにつけて息を吐き切ります。吐き切れたら鼻から大きく吸って吐く息、上体アップ、そのまま吸って吐きながらゆっくりおでこマットに下ろします。大きく吸って吐いてアップ、脇を締め吸ってキープ、吐いてダウン、繰り返していきましょう。肩先後ろに引いて胸を引き上げます。皆さんいいですね、とても綺麗です。姿勢改善にも効果があります。あと2回いってみましょう。余裕があれば少し手を浮かせてみて脇締めますよ。最後終わったら一度休憩をして、ではここから仰向けに入っていきます。仰向けになったら上体を起こし肘マットについていきますが、痛めてる方無理せずいきましょう。手のひらマットでもグーでもチョップでもいいです。でまずここからテーブルトップ作っていきます。ここからお腹を吹き込んで吸う息で今度は胸を引き上げ吐いて引き込む、吸って胸アップ、吐いてお腹を引き込む、吸って引き上げ吐いて、これを繰り返していきたいと思います。さあ準備はいいですか。尾骨など痛い方タオルなど入れていただくといいです。では行ってみましょう。一度息を吐き切ってお腹に意識です。吸って胸を引き上げて吐いてお腹引き込み、吸って吐いて吸って肩後ろに引いて繰り返します。いいですね。ラスト2回。終わったら、一度呼吸を整えましょう。さあここから片膝ついていく姿勢に入っていきますので、必要があれば膝の下ですね、ブランケットなど用意しておきましょう。まずやる動き説明していきます。ランジツイストなんですけど、まずランジの姿勢ですね、作っていきます。で下の膝ですね、痛い方無理せず、余裕があれば後ろのつま先立てていつでも膝浮かせられるところ用意しておきます。で前足へ足裏でぐーっとマットを押して親指側に意識向けてあげると内もも、お腹がより使えてきます。でやる動きなんですが、両手を合わせて前の膝、曲がってる膝の方にひねる、戻す、ひねる、戻す、同じ方にツイストを繰り返します。でこの時に何かボールや物を持っていただいてもいいです。今日はね、私なしでやっていきたいと思います。では準備はいいですか。まずは土台を安定させて準備ができたら両手体の前に肩下げます。大きく吸って息を吐きながらねじりましょう。で吸って正面、吐いてクロス、吸って真ん中、吐いてクロス、手と手を押し合うようにして、で真ん中、あと2回、で真ん中、お腹と胸にきてます。終わったらふー、呼吸を整えて、この反対いってみましょう。くるっとですね。さあ準備ができたら、軽くね肘横に張ってて大丈夫ですよ。肩下げて一度大きく吸って頭頂上に引き上げ、息を吐きながらねじっていきます。吸って真ん中、吐いてクロス、吸って真ん中、繰り返します。吸って真ん中、あと2回、はい、手ぐーっと胸引き上げながらお腹強く、ラスト絞り切ったら真ん中に戻って、ふう、それでは前足後ろに引いて一度チャイルドポーズでお休み、ゆっくり起き上がって、ふう。最後にやったランジなんですけど、このボールとかを使ってでやると脇にも効いてきて、それがバストアップにもつながってくるんですね。今度はねこのニコちゃんボールも使っていきますので、また次の動画でもお会いしましょう。というわけでよろしければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。